全国のマクドナルドの店舗でシステム障害が発生。スマートフォンによる注文や支払いを中止しています。日本マクドナルドによると、全国各地でシステム障害が発生。会計の端末が使えず、現金のみで対応しているとしています。広島市中区の店舗では、店員が対面で注文を聞き取り、メモを取るなどしていました。いつも結構並んでるイメージあったんですけど、なんか今日少ないから、あ、なんかすぐ買えるかもって思ったら、現金しか使えないって言われたんで、あ、そういうことかみたいな。中には購入できず店を後にする人も。だいたい行くところも電子決済が多いところばかりなんで、もう電子決済メインでほぼほぼ。システム障害の復旧のめどは立っておらず、どの範囲で障害が起きているのか確認中としています。